はいどうも、ブーチャンネルのブーチャンです。よろしくお願いします。海っていうものは私たち人間に豊かな恵みを育んでくれます。でも私たちはその海のことをどれだけ知ってるでしょうか。海にはまだ私たちが見たことない生物がたくさんいます。今回はそんな見たこともない生き物に関する話です。私の同級生で漁師の町に住んでいる人がいるんですよ。で、その父親が体験した話です。ある年のお盆も過ぎた頃、彼の父と父の友人はイカ釣りに出かけました。夜中に出て行ってだいたい日が昇るまで帰ってこないっていうのがまあ普通だったわけです。でもその日、父はいつもより早く帰ってきた。どれくらい釣れたか聞いてみると、なんと釣果はゼロ。大漁の時はね、他の同じ規模の船の漁師の倍、あと他の船が水揚げなしでも何かしらの釣果で帰ってくる、そのぐらい腕のいい漁師だったんですよ。で、地元でも有名な人だった。腕のいい漁師っていうことで、はっきり言ってね、今までこういったこうゼロで帰ってくるということはなかった人だったわけです。何かがあったんだって思いました。で、船にトラブルでもあったのか聞いてみたんですけれども、彼の父は一息ついた後、コップに冷酒を注ぎながら語り出したんです。その日はとても良い波で、まあ外海に出ても荒れたこともなくていい感じだったんだそうですよ。で、イカ釣りはね、仕掛けと明かりが命だと言います。で、船の照明を光光と焚いて、で、その光に海中から虫とか魚が集まってくる。で、それを食べにイカが寄ってくるわけです。で、いつものように明かりを焚いて、まあ、いつものようにいろんなものが、まあ、集まってきた。で、頃合いを見てね、仕掛けを下ろしました。で、その時ね、友人の方が何かを発見して父を呼んだんだそうです。で、まだ何メートルか下にいるその何かを父と友人はしばらく見つめていました。それはね、時間をかけてふわーっと海面の近くまで上がってきて、やっとその姿らしきものがはっきりしてきました。皆さんはね、カワハギっていう魚を知ってるでしょうかね。なかなかね、ユニークな顔つきをしてる魚で、ウマヅラとかって言われてます。で、その魚、そして、この魚はね、釣り上げるとわかるんですけれども、なんか、鳴くんですよ。ギュッギュッとか、ブイブイっていう感じの、そういう鳴き方をする魚が、その、まあ、カワハギなんですけどね。で、そのふわーっと浮いてきたそれはね、そのね、カワハギに似てて、カワハギをね、真横にしたような形で、で、目もおかしな位置についていたんだそうです。で、そしてそれらは4匹で1つの形を成していて、で、1匹を先頭に綺麗なね、ひし形のような形で浮いてきたんだそうです。で、一匹の全長はね、約40センチぐらいだったそうですよ。で、そのお父さんもね、見たことないな、これ。なんか気持ち悪いと思いながらも、彼の父はね、自分のね、なんていうか、その、興味を抑えきれなくて、ついついね、タモを持ってきて、その中の一匹をね、すくい上げたんだそうです。で、それはあっさりとね、引き上げられて、船の上で放り出すと、ギーッと、今までに聞いたこともないような声で、鳴くんだそうです。それもかなり大きな声で。
でもう絶叫って言っていいほどの大きな声で、彼の父はそこのその魚をねじーっと見ていました。でその魚はね、なんとね、まぶたもついていたんだそうです。魚は普通目パチパチとかしたりしません、まぶたがないから。なのでそう、まぶたがついてる時点でもうおかしいわけですよ。でまぶたがついてて 2,3 度まばたきをしたかと思うと思いっきり睨まれたんだそうです。でその時にはなぜか直感でもう一匹いるって思ったんだそうです。何かがもう一匹いる。その瞬間船がすごい横波を食らってほぼ真横に90度ぐらい傾いたんだそうです。で父はこれはやばいもんだと感じて急いでそれをさっきのそれを海に投げ捨てたんだそうです。すごいその横波っていうのはその一発で収まりました。父は一息ついて船の周りの様子を今度は調べ始めました。おかしいんですよ、さっきまであんなに光で寄せられていた虫とか小魚が全くいない。それに海が不自然に暗いんですよ。明かりを当てて結構見えてたのに、なぜか船の真下のあたりだけが黒い。そこでね、父は悟った。今この船の下には船よりも大きな何かがいる。海でねパニックになると大変なことになるのを知っていた彼はまだ何も気づいていない友人にそれを悟られぬように船の中央に呼び出して、変なもの見たけちょっと気分直しに酒でも飲もうやってで二人でね酒盛りを始めたんだそうです。そしてしばらくするとまた虫とか小魚が集まってきて、でしばらく釣りをしたんだけれども結局ね当たりは全然なくて帰ったんだそうですよ。で海ってもんはなーってまだまだ知らない生き物はたくさんおる、そう言ってね彼の父は笑いながら酒を飲み始めました。それはねまるであの出来事をね無理やり忘れ去ろうとしているようにも見えたんだそうです。